こんにちは、レンジです。お姉ちゃんバラレボリューションの続きをやっていきます。今回からは妹ちゃん、先編ですね。行ってみましょう。チヌラレシリンネ。さあ、先はどう思ってる？先、お姉ちゃんやアンナたちと共に戦ったあの日から、どれくらいの時間が経っただろう。1年くらいじゃなかったっけ。卑弥呼との戦いで受けた傷もすっかり癒えて、傷跡さえ残っていない。いや、傷跡が残っていないのは居道の効果かもしれない。そうだと思う。卑弥呼や玲子が言ってた、居道には不老不死の力があって、この能力がさらに発揮されたやつかもしれない。吸血鬼みたいなもんだよね。お姉ちゃんではなく、この私を狙っているということは、ママの居道が特別だったのか。居道って一体何なんだ。いや、どっちもママからは生まれてるんじゃないの。どう育ったかはあんまり関係ねえような気するけど。あ、やっちまった。マイナスボタン壊れてるんでね、戻れないんですよ。まあいいや、もう分かってる。資料、まずい。また奴らの血を浴びたら、また暴走してしまうかもしれない。私が私でなくなる暴走。居道に支配され、無様に暴れるなんてもうごめんだ。そうさ、今度こそ使いこなして、私の力として。私が道を操ってやる。強い子だね。そうだ、お姉ちゃんは戦いながらお姉ちゃんを探し出すしかないか。結局これは道を宿した者の定め。その長さで引き抜くのは無理だろう。貴様、どんなに行く手を塞いでもこの刀で未来を切り開くのみ。よし、行きましょう。妹ちゃんの方が好きなんでね、私。操作はね、これ撲殺モード、C ボタンを押して撲殺モードに切り替える。今回は切り替えるんだよね。ヌンチャクを振ることで、ヌンチャク振ってダッシュ。これヌンチャク振るをいつも忘れちゃうからね。敵と接触すると組手状態になる。コントローラーを任意の方向に倒しながらヌンチャクを振る。ヌンチャクだけだ。投げを行う。あ、ボスは背後から行かないとダメだよ。投げの最中、スローになった瞬間に追加でリモコン操作をする。うわ、リモコンもやるのか。特殊な投げも存在します。マットマンに絶技ができる。投げ開始してスローになった瞬間にリモコンを突く。いやー、覚えれっかな。まずは普通に来てみか。あー、メニューが出るのはね、もうどうしようもないですよ。センサーバーの位置をちょっと変えてみたりもしたんですけど、変わんないですね。やっぱリモコンを変えないとダメかな。極力、狭い範囲で振って、メニュー出ないようには気をつけます。横振りもできるね。抜き手は、抜き手できる？できるね。撲殺モード行くか。ふっ、振ってるよ、リモコン。え、リモコンじゃねえ。ヌンチャク振ってんだけど。え、あ、方向を入れてこうだ。おお、いいね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 、いいよ、いいよ。どこだ、こっちか。おお、バックドロップ。ほら、え、月、あ、ダメだ、ダメだ、絶技ができん。ほら一撃、これすごくない。バックドロップ。あ、すごいわ。こっちじゃん。あ、こっちか。
あ、え、なんで？リモコンいじってないよ。リモコンいじってないよ。え？ちょっと待って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 。もうダメかもしれんね、これ。こっちか。まずいね。最初からこんなにメニュー出てたら。周りも、この巻き込めるのがいいね。よし。でも、いっぱいいるとこは、剣の方がいいわ。あ、剣払うのがなんか遅い。で、飛び道具はなし。どうしよう、ゲームにならんぞこれ。電池がないわけでもないしな。電池あるよね。ちょっと一回冷静になろう。ダメだな。リモコン振るだけでもメニューが出ちゃう。なんとか。もうなんか、違うゲームだよね。メニューを出さないようにするゲームだよ。なんとか、出ないで。いってるな。追加はなし。あれ？振らなくても出るのかな？Wii 持ってる人、こうなりますか？何が悪いんだろう、これ。設定もね、見てみたけど、全然なくて、その感度が悪いとか、なんかそういうのでもないしね。わかんないんで。なんか前 Wii でやったゲームでもなってたんですよ。私その一個前に Wii でやったのが初めての Wii でのゲームっていうか Wii リモコン使ってのゲームは初めてだったんで、本来どういうもんなのか分かんないです。こうやって頻繁にメニュー出るもんなのかな。絶対違うよ。買ってみた方がいいのかな。リモコンのせいの可能性もある。最小限のクリゲン、多分ねセンサーから大きく離れるとメニューが出てると思う。なんとなくそんな感じはしてる。は？え？行くとこない？電車の中？違うか。あれ？こっちから来たよね。あ、また下？あれ？下から来た？下から来たんだな。え？ここ？違うな。あ、違う！戻ってきたんじゃない？すいません、すいません。戻ってきてるわ、これ。でここに女神像ゾーンがある。よし、そしたらまた囲まれてしまう。片付いた。これで今度は戻んないように、こっちかな、こっちじゃない、なんでもないか。なんかゾンビたちが柔らかいから、撲殺やるよりもこっちの方が早いんだよな。よいしょ。はい。これ一体一体しかできないから。
なんかダイナミックで楽しいけど効率は悪い。走るときに使おう。巻き込むとあんまり強くないんだよ。掴んだ人だけ死ぬけど、でこうやって食らう。へい、広い広い。あれこっちだよね。走れ。よいしょ、よいしょ。警官とかにこれやればいいのか。分かった。普通のゾンビは刀で倒そう。あ、ボコボシがいっぱいある。いい、もう無視だ。あれ、これまた最初のところに戻ってないよね。違うホームだよね。あ、違うホームだ。こっちでいいのかな。あ、やばい。こっちかな。あ、ここだ。よしよしよし。コンボを切れさせないように横振りやるか。あ、ダメだ。あ、コンボが入る。うん、まだいる。よし、これで開くかな。開いた。改札から来たから、こっちか。先の方がちょっとリーチ短いような気もしないでもない。やぶら。ダッシュできるのいいよね。ほら、おましくしね。バックドロップ。バックドロップが一番好き。腕をもぐとかそういうのはなくなったのかな。それが絶技か。リモコン操作でって言ってたけど、それができねえんだよな。ちょっと練習しとくか。あ、ちょっと待って、殴れるんだけど。マジか。あ、すげえ。途中から組手もいける。ほら、あ、ほらいいわ。すげえ。ほら、すげえ適当にやってっけど。あ、パーシパーシ。よいしょ、よいしょ。メガミソウ、
でもなんでこれ血溜まってんの。あ、返り血浴びてっから。あれ、刀がとか関係ないよ。あ、払える。素手でも払える。よいしょ。はぁ、でもね、これヌンチャクとリモコン両方振るんで余計疲れるわ。よいしょ、よいしょ。ああ、死んでた。まず掴んだ時にスローモーションになったらって書いてたんだけど、スローモーションにならないんだよ。そもそも。あ、どうなった？OK。やっぱ大勢いるとこは刀だね。あ、もういい、やるせ。あ、ここ。よし、疲れた。あ、さっきよりなんかあれだね、メモリっていうか区切りが少ないね。さっきはなんか5個か6個くらいあったと思うんだけど、うん、そういうもんか。はあ、いや、しかし、Wii リモコンどうにかなんねえかな。はい、セーブ完了。次はレイコが出てくるな、これは。はい、ということで、今日はこれで終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。